こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める竹本ゆちかです。今回は予算別、女性が喜ぶおしゃれなおすすめプレゼントをご紹介しようと思います。前回の喜ばれるプレゼントの贈り方の動画で、相手が喜ぶ選び方、贈り方をご紹介したので、まだ見ていない方はそちらも後でご覧いただきたいんですけど、今回はもう流行りなど全くわからなくて、もう物が一切頭に浮かびませんっていう方に向けて、完全に私滝本チョイスなんですが、女性が喜ぶであろうおしゃれなプレゼントをご紹介したいと思います。まずは反面教師として、いただいたものをこういう風に言うのは大変失礼だと思うんですけど、私が個人的にもらった困ったプレゼントをご紹介しようと思います。一つ目が、香料が臭すぎる海外の石鹸。もうこれは持ってるのも苦痛なぐらい匂ってきて、申し訳ないんですけどすぐに捨てました。二つ目が、ドメルヘンのキャラクターの文具。何歳だと思ってるんだろうっていう感じで、もう消耗しようとしても周りから、あ、こういう趣味なんだって思われたら嫌だなと思う感じで、その使う場所がありませんでした。3つ目が、成分が不明でラメが大量に入った入浴剤。これお風呂に入れたら大惨事になって、もう体についたラメも浴槽についたラメも全然取れなくって、正直いただいた方に憎しみすら湧きました。4つ目が、ゴリゴリの姫系で全然私の趣味じゃない大きなジュエリーボックス。すっごい大きくって、この渡される時にスーツケースに入れて持ってこられたんですけど、もちろん私の方はスーツケースなんて持って歩いていないので、持ち帰るのすごい大変で、燃えないから簡単にも捨てられなくって最悪でした。相手の使っている姿を想像できない方って、プレゼントをせっかくいただいてもマイナスな印象になっちゃうことがあるんですね。なので以上を踏まえまして、今回のプレゼントのテーマは、友人や職場の女性に向けた、まあ、誕生日や何かのお返しとか、あとは彼女や奥さんに向けた何でもない日の何かのお返しっていうような、大人の女性に向ける気軽な方のプレゼントです。本格的な方は前回の動画を見ていただいて、パートナーのことをじっくり思いながらプレゼントを選んでいただきたいんですけど、この気軽な方のプレゼントは気軽なりのポイントがあります。個人的に気軽なプレゼントのベストは、自分では手が出せないちょっと高級な消え物だと思ってます。普段は安いものを使ってるけど、いつか使ってみたいなって思うようなランクがちょっと上のものをもらえたりすると歓喜しますよね。あとは自分が知らなかったいい商品とかは、あ、こんなのがあるんだっていう情報込みで嬉しかったりします。手元に残るものだと不要になった時に捨てづらくて気を使わせてしまう気がするので、自分では手が出せないちょっと高級な消え物っていうのが気を使わずに使えていいかなと思います。うちのチャンネルは20代から60代以上の方まで本当に幅広い方に見ていただいているので、かけられる予算も世代でだいぶ変わるかなと思いまして、今回予算別に紹介したいと思います。このチャンネルでは毎回大人に向けた日常に役立つ性知識を発信しておりますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。では女性が喜ぶおしゃれなおすすめプレゼント、まずは予算2000円以内、ティーポンドのティーバッグセレクション1587円です。昔は1000円以内っていう選択肢もあったと思うんですけど、今はもう物価が上がってしまって、なかなか1000円以内では大人に贈るような商品は選べなくなってしまってるんですね。なので2000円以内からなんですけど、これはティーポンドっていう日本の紅茶専門店で、オンラインでも買えるし実店舗でも3店舗あります。昔はパッケージがいいものは味が悪いとか、味がいいお店はパッケージがダサいっていうのもあったりしたんですけど、最近は味がいい店、質のいい店がパッケージデザインまでいいものを出してきてます。で、ティーポンドの紅茶はデザインがめちゃくちゃおしゃれな上に味も抜群に美味しいんですね。例えば紅茶缶もこんな感じでいろんな種類があって、ユニセックスなデザインでかっこいいですし、大きなものを買った時のラッピングも、ね、こんな感じでめちゃくちゃおしゃれなんですよ。で、おすすめがこのティーバッグセレクションで、
人気の銘柄が8種類入っているので相手の好みが分からなくても大丈夫だし、これ、ね、スタイリッシュなこの封筒型のパッケージが気兼ねなく渡せるし、中の個別のパッケージもすごいおしゃれなんですよ。かつここは紅茶自体が本当に美味しいので火の打ちどころがありません。私は普通にこちらの紅茶ジョインしてて、特におすすめはセカンドフラッシュダージリンとアールグレイブルーバードです。ティーボンドは本当に汎用性が高くて、これティーバッグが2個入った袋入りのものなんですけど、お茶の種類にもよるんですけど1個これ400円程度で、これもなんかすごいカードみたいでおしゃれじゃないですか。なのでばらまきプレゼントとかにも使えます。美味しいものっていうのは正義で、口にした時に何これ美味しいっていう体験ができるんですね。前回のポイントでお伝えした体験を送るっていうやつです。美味しいものを教えてくれた人っていうことで好感度も上がるので、美味しいものを送るのはおすすめです。予算3000円以内がメゾンカカオのアロマ生チョコレート2808円です。これは即位の例で各国原種の手土産にも採用された鎌倉発祥のアロマ生チョコレートのブランドです。質より量っていう方もいるかもしれないんですけど、食にこだわりがある人には絶対に量より質です。特にチョコレート好きを公言している女性にはコンビニのチョコレートを渡すのはとっても危険です。大人になってくるといろいろと添加物が入ったチョコレートって食べると肌荒れがするとかがあるんですよ。で、このメゾンカカオはいろんな種類の生チョコレートを出していて、シンプルなカカオのものからお茶系とかフルーツ系も国産の果物をメインで使用していて、珍しい味の生チョコもたくさんあります。で、今私の手元にあるのはこのティーっていうアールグレイの生チョコと、フルーツ系はシーズンによって出るものが変わるんですけど、これはですね、尾花沢スイカを使用したスイカっていう生チョコです。これスイカとチョコ想像がつかないかもしれないんですけど、スイカバーっていうこの三角のアイスあるじゃないですか、あれのチョコの部分を超高級にしたやつっていう感じです。これちゃんとスイカの味がするんですけど、本当にね、チョコとマッチしてるんですよ。個人的にここの一番のおすすめはパッションフルーツなんですけど、本当にどれを選んでも間違いないので、このね、パッケージで選んじゃってもいいと思います。ここもやっぱり味がいいのにパッケージがおしゃれで、もう残った箱をね、捨てたくなくなるんですよね。私はこれにクリップとかの文具を入れてます。これ保冷バッグもおしゃれなので、この保冷バッグのままギフトとして渡せます。予算4000円以内、ジョンマスターオーガニックのトラベルヘアケアセット3960円です。ジョンマスターはもう言わずと知れたオーガニックのヘアケアブランドで、いろんなところにお店があるんですけど、ここもパッケージデザインがユニセックスなので、あんまり人の好みを左右しないので送りやすいと思います。あと香りも精油成分なのであまりきつくなくって、で本体だと結構お高いので、使ってみたいなって思っている方にはこういうミニボトルって結構重宝するんですね。で、あと中に入っているのがコンディショニングミストとこのヘアミルクのミニサイズで、これ旅行の時にめちゃくちゃ使えます。それにこの非売品のポーチ付きで、このポーチがまたコンパクトで使いやすいので、こういう至れり尽くせりの商品を送ってくださる方って配慮ができる方なんだろうなっていう印象になります。予算6000円以内、ハッチのアクア UV 日焼け止め5280円です。ギフトといえばハンドクリームが定番であげやすいんですけど、定番すぎて家にもらい物がストックされてるっていう女性も結構いるって聞くので、もらったら嬉しいけどそのままストック行きになる可能性も高いんですね。気軽なプレゼントのベストは自分では手が出せないちょっと高級な消え物ってお伝えしたじゃないですか、ね、ギフトでよく贈られる1000円程度のハンドクリームって自分で買うレベルだったり、大人になるともはや自分で使っているものの方が高い場合もあるんですね。自分が普段使っているものより質が低いものを使うのってちょっと複雑だったりするので、個人的にはハンドクリームを渡すんだったらちょっといい日焼け止めの方が重宝すると思います。
日焼け止めもだいたい1000円から3000円ぐらいのものを使っている方が多いと思うので、いい日焼け止めって結構お値段張るんですけど、だいたい値段と比例して成分がいいので、もらったら純粋に嬉しいんですね。ハッチは養蜂場から生まれた蜂蜜を使ったコスメブランドなんですけど、この赤 UV は SPF50+PA++++ のスキンケア UV なので、日焼け止めとしてはもちろん保湿力も高くて、メイク下地にも使えるし体にも使えるしで、まあ、いらないっていう人はいないんじゃないかと思います。あとパッケージもシンプルで癖がないので送る人を選ばないと思います。で、日焼け止めってこまめに塗り直さないといけないので、必然的に持ち運ぶことになって、毎日持ち歩くと単純接触効果で送った人のことを思い出してもらえるかもしれないので、持ち運びたくなるような見た目と実用性を兼ね備えていると好印象を抱く効果は高いかもしれません。趣向を変えまして、予算8000円以内はことレンタル着物程度です。これは完全にカップル向けで体験型のプレゼントなんですけど、浅草とか京都とか金沢などのことを感じられる街で2人で着物を着るっていうのはやってみたい女子って結構多いんですね。予算8000円は2人分の着物、しかも高級なラインのものを選べる方で、着付けと小物一式に加えて女性にはヘアセットもあって、まあ、1日荷物も預かってくれるっていうプランです。2人分で8000円ですね。で、浴衣だともっと安くいけます。コスプレは男性の受ける印象が良くなるって言われていて、コスプレをした女性を見ると男性の気分が高まるっていうふうに言われているので、まあ、プレゼントをして自分も盛り上がるっていうとてもいいプレゼントだと思います。あとは慣れない下駄を履いて回るので、1日のデートプランをあらかじめ考えてプレゼントしてあげるといいかなと思います。最後、予算1万円以内はエルメスのリップバームローズエルメスローズタン9020円です。もうこれは本気のプレゼントとしても全然通用するものなんですけど、尊上そこらのプレゼントでは納得しない方でもこれは喜ぶんじゃないでしょうか。パッケージからしてドエルメスで、私は普段ファッションの高級ブランドなどには疎くてあまり持っていないんですけど、エルメスのオレンジのパッケージってなんか憧れの象徴みたいな感じで、持ってるだけで背筋をこうピッと伸ばしてくれる感じがして、ブランドの持ってるパワーってすごいなと思います。これはこんな感じで入ってまして、これはリップケースも可愛くて、ただね、口紅を送るのって色選びが難しいので結構ギフトでは危険なんですけど、このローズエルメスローズタンは基本リップバームなので、薄付きな上にちょっと赤みを足すぐらいなので、合わない人がいないだろうっていう感じなので送りやすいと思います。以上、女性が喜ぶおしゃれなおすすめプレゼント6選だったんですが、いかがでしたでしょうか。かなり私の趣味が入っているので、選び方の解説も含めてどこかしら参考になったら嬉しいです。今回は以上です。この動画が良かったよと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。